こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は S&グラフの BW フレック迷彩キャップ、こちらを紹介いたします。はい、フレック迷彩、BW ってまあドイツのことですね。フロントにまずボタンが2つついています。何の意味があるのかはちょっと私わかんないですけどね、うん、なんでボタンがついてるんだろう。ボタンが好きなんでしょうね。そう言っちゃいけないか。それで、かぶりの深いスタイルです。こんな感じでね、なんか酔いこそうでしょ。で、あとは本来は山岳兵用ですけど、一般兵でも被っている姿が見られますって書いてありますね。うん、よいしょ。なんか格好悪いな。うん、とんがって、うん。あれですよね、陸自迷彩のモデルになったって言われてますよね、日本の。こういったドイツの迷彩って。それで、緩急品と同様の作りで内張りが施されてます。まあ、二重構造になってるっていうかな。うん、そうですね、うん、ほう。それでここ両サイドにこの2つずつホールがついてるので、こういうところになんかこうね、ただの通気口なのかな。うん、帽子をこんなところにつけないよな。でこれ一応帽子が縫い付けで、うん、ついてます。的じゃない的ではない、ドイツの迷彩です。はい、でそんなんで、サイズ、MLXL とありまして、M で約58センチ、 L で59センチ、 XL で60センチとなっております。うん、なるほど。独特ですよね、ドイツ軍って感じ。まあ、そんなわけでこちらの BW フレック迷彩キャップ、うん、各サイズを紹介させていただきました。下の方にリンク貼っときますので、よかったら検討の方よろしくお願いいたします。以上、どうもありがとうございました。